おはようございます、こんにちは、こんばんは、天栗旬です。今日も動画見てくださってどうもありがとうございます。はい、では早速今回のテーマいきたいと思います。今回のテーマなんですけども、人と比べてしまう心理特徴の7つと人と自分を比較しないで生きる方法というね、テーマでお届けしたいと思います。まあこうね、どうしても生きていく中でやっぱりこう仕事ができるできないとか、まあね、勉強ができるできない、顔のいい顔が悪いとかってこう何でもこう比較してしまうことって結構あると思うんですね。あの人はお金持ってるとか俺持ってないとかね、いろんなこう比較してしまうというかね。で俺もそういう結構思考回路になっちゃってるというか、あの人はいいな、俺はなんでダメなんだろうみたいな、そういうちょっと癖になっちゃってるから、本当はこういうデトックスじゃないけどそういうのやめないといけないなと思ってるんですけど、どうしても比較してしまってる自分がいて、まあ他の人でもこう動画見てくださってる方でもそういう方いると思うんですけども、いやなんでこういう風になるのかなってことでね、ちょっと調べてみたんですけども、じゃあちょっとお話ししていきますね。まず理由としてはプライドが高く神経質なところがあるということでね、人と比べてしまう人は自分ではそうではないと思っていても実はプライドが高く神経質な部分を持っていますと。プライドが高かったりとかね、人と比べなくていいところまで過敏に反応してしまうというかね。あとは自分で気づけていないのはプライドの高さや自分の弱さを認めさせないからですとかね、自分のコンプレックスや弱点から目をそらしがちだとも言えますと。2、能力と行動、環境にこだわりすぎている。いろんな長いね。これね、自分は同僚より仕事が遅いとか、自分には恋人ができないとか、自分は恵まれていないとか、いろいろ比較して落ち込んでしまいますよって。まあそういう、いろいろ、ね、状況とか環境とかにこだわっちゃうよっていうところとか、あとはかまってちゃんで誰かに認めてほしい、結構ありますね。人と比べてしまう人は常に誰かにかまってほしい、愛してほしい、褒めてほしい、認めてほしいと願っています。これは強い劣等感がそう思わせているのでしょう。何々してほしいと思うものの自分から行動を移すことはありません。自分が何をしても無駄だと諦めてしまっているからです。しかし隣の庭の芝生は青く、どうしても隣の家の人、つまり身近にいる人、まあ自分と比較してこう羨ましいなって比べてしまいがちですとかね。自分に自信がなく否定が癖になっている。これ俺ですね。自分の見た目、性格、能力など自分に対しての自信が全くなく、そのせいで自分なんてという自己否定が口癖になっています。人と比べてしまうのは自己否定が当たり前になっているから。自己肯定感が低いせいで自分の弱点を認めなければ長所も認められません。プライドが高いので自己否定している自分を受け入れないから、変わりたいけど変われないという悪循環に陥っていますということでね。嫉妬心が強くすぐ人を羨んでしまう。人と比べてしまう人は嫉妬心も強く、あの人のこんなところが羨ましい、自分もそうなりたいと嫉妬が芽生えやすいと言えます。誰にでも嫉妬心はありますが、人と比べてしまう人は自分を認められず、自己否定が癖になっているので特に人を羨みやすいですと。勝った負けたを基準にしている。人と比べてしまうのは無意識にあの人より自分のここが勝っている負けているなんて勝ち負けの基準で生きているでしょう。能力、行動、環境にこだわりが強いので特にこの3つに関しては誰に対しても勝ってるか負けてるかで比べてしまいますとかね。自分の方が勝っていると優越感や安心感になるし、負けてると思うと居心地が悪いとか関わりを避けようとかしちゃったりするみたいです。もう一個は過去の嫌な体験から人を恐れているとかね。まあ俺はそこはトラウマとかそういうのはないですけど、まあそういうのもある人もいるよとかね。じゃあ逆に他人と比較をやめて楽になる方法ということでね、それも書いてあります。自分の弱さをしっかり受け止めるということでね、自分は何が悪いんだろう、弱いんだろうっていうのをねちゃんと理解して、ここ直せばいいじゃんっていう、ポジティブな考えに変えていくとかね。視野を広く持って、些細なことは無視すると。いちいちちっちゃいことばっかり気にしてたら、ね、自分が持たないから、こうもうちょっと視野を広くして考えましょうとかね。認めてほしいならまず行動しましょうとかね。確かに確かに。
誰かに認めてほしい、かまってほしいと思ってるだけではなく、どうしたら認めてもらえるかとか考えましょうとかね、行動してみることですと。でその失敗もまた次に頑張ろうって乗り越える力になるとかね、まあまあまあいろいろ書いてあるし、嫉妬をバネに理想の人を目指しましょうとか、過去は過去だと割り切っていきましょうとかね、まあ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 、まあそうだね、そんな感じですね。時間も長くなるんでこのぐらいにしますけども、まあちょっと比べてしまうっていうところがありますので、なんとかしたいなと思ってるところでございます。あの人はいいな、俺はダメだなみたいなところをね、そんなことないよっていう感じでね、こう自分の中でこう認めてあげるっていうか、自分がここは弱いんだな、こういうふうに考えちゃうんだなっていうのをちょっとこう洗い出すじゃないけど、こう見つめ直して、そういうふうに思わない、なるべく、まあどうしてもねこう思う癖ついてるからですけど、なるべくそういうのをデトックスじゃないけど、こうなるべく思わないというか、いうふうに習慣化していかないとなと思ってるところでございますが、皆さんにもねぐちぐち言っちゃったりとかね、いろいろね、ご迷惑をおかけしたりとかもありますのでね、俺も気をつけなきゃなと思ってるところでございます。はい、ではこれで以上となります。ではどうも ありがとうございます。コメントやチャンネル登録、評価いろいろお願いいたします。ではまた会いましょう。バイバイ。